皆さんこんばんは、ね、ガッツワールド新木場大会、ようこそ。明けましておめでとうございま す、明けましておめでとうございます。皆さん明けましておめでとうございます。今日からですね、ガッツワールドの、東京での、戦い、2016年始まってまいります。実は第一戦はね、雪の降る沖縄で、沖縄をね、いきなりやってましたけども、すごいですね、今年のガッツワールド、そしてもう後楽園大会もね、5月に控えてまして、毎日チケットの今日、全社終了後ですか、先行発売させていただくということで、そちらの方もぜひよろしくお願いします。沖縄に来られたお客さんいらっしゃいますか、お一人、ありがとうございます、すごいですね。もう皆さん本当ね、来ていただいてありがたいですけど、沖縄大会150人も、のお客さんで埋まり、大成功に終わりました。皆さんありがとうございました。大丈夫です。じゃあそれではですね、改めまして今日もですね、全6試合ですか、豪華なハードが、ラインナップされております。まず野毛さん的に、注目してるカードありますか。もう僕も、山彦、久々に、吉野達彦と山田太郎が組みます。今フランクフルト打ってますけれども、そのフランク太郎が吉野達彦に組んで、岸悪魔堂と対決するという、なかなかこの、いいセミファイナルだと思うんですけれども、これはでもあれですよね、この、山彦っていうのも神社吉野タッグを一度巻きましたけども、この、岸悪魔堂ね、やっぱりこの結成して本当に敵なしのチームで、そうですね、現在進行形のこの、ガンノスケガッツ組と、その、若いこの吉野山田の山彦も、もう久しぶりの結成なんですけども、そうですね、ここで、山田太郎勝てばですね、売店でフランク石島が見れるかもしれません。なるほど、そういった下克上ですね。下克上、ちょっとこのタック屋投資ということでも注目したいですね。そうですね、これもちょっと楽しみですけれども、注目のセミファイナルでございます、そして、今の自分注目しているのはやっぱりこのメインイベント、現在、ガッツワールドの絶対王者、大輔選手、大輔選手、今日はミステリー、松崎、この3人と組むんですけども、ミステリー選手がですね、去年の、ガッツワールドの10周年大会ですか、こちらで折原選手と戦いまして、決着戦だったんですけども、ノーコンテストになって今度はパートナーを連れてくるということで、ガッツワールド正規軍対、折原選手率いるトンパチマシンガン全面対決、これはちょっと新しいこのまた風景が、そうですね、今日の新木場から見れるのかなと、そのあたり注目しております、あとはこの新しいんだか新しくないんだか分からないんですけど、IWA とハットしていくのが、相変わらず IWA というと一部のお客さんが異常に盛り上がるという盛り上がる、この怪現象があるんですけれども、ちょっとその構想もまた続くということで、そうですね、ツイッターの方で、IWA 軍は数字が持ってるか持ってないかと、翔太選手がですねアンケートしました。そしたら6対4で非常に微妙な形になっちゃいました、やらなきゃよかったじゃないかなというような感じになっちゃいました。でも一応持ってるってなんか、番組プロデューサーみたいなも6-4で一応持ってるという形にはアンケートではなりましたので、微妙ですけどね、そのあたりですね、注目したいと思います、そしてですねちょっと今日のまた見どころとは別なんですけども、今、インディーのお仕事さんで、ドインディープロレス大賞というのをですね、インターネットで、メルウィンディ選手、あとベストバウトですか、あとは、自分が決める、誰誰賞というのがあるんですけども、皆さんご存知ですか、ドインディ大賞、あまりご存じないみたいなんですけども、これはですね、インディーのお仕事さんの方で、レギュラー中継されてない大体さんが対象になってまして、ということは DDT さんとか、大日本さんとかはダメなんですよね、除外になるということで、ぜひ、ガッツワールド、そしたらもうガッツワールドしかないですもんね、選択肢、いや、本当にこれはもう対象を狙えるんじゃないのかと、本当に思いますけども、団体はガッツワールド、で選手の方も、月々選んでいただけるわけですよね、大谷ジョージに書いても別に構わないです、そうですね、
ジョージ君がいきなりね賞取るかもしれないです。そうですよね、はい、それでも構わないですよね。はい、秋葉さんと書いてもらっても、もちろん構いません。ぜひそちらの、投票の方もね、はい、これ皆様よろしくお願いいたします。お願いいたします。そしてちょっとあの冒頭でお話しいただきましたけども、はい、沖縄大会で、ね、本当にもう、はい、今日が戦い始めだっていう、はい、言葉と思いきやもう戦い始めをしてまして、実はしてました。もうあのねお客さんはもう190近くですか。あ、そうなんですか。いや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 、沖縄大会、あ、皆さん沖縄大会無事終わりました。いや沖縄大会、まあお客さんもね、まあ、結構入っていただいて盛り上がったんですけど、それ以上にメインイベントでこのタッグをベルト吉野和彦大輔という実質ツートップ相手にハッとしてグッドに勝利を収めたのでね、今年もありがとうございます。2016年、まあ後楽園もありますし、まあ2人でやっていこうかと思うんですけど、まあ、さっきちょっと言ってましたけど、まあ、僕らもね後楽園に向けてやっぱりタッグ先生をこう熱くしていきたいんですけど、さっきツイッターでねアンケート取った、さっき言ってましたけど、結果をね改めて最終結果ですね、詳細を、はい、はい、まあ、IWA 軍は数字を持ってる持ってない、これ全108票で60持ってる 61%、 持ってない 39%、 すごいね。いや、すごい微妙なんですよ。持ってんのか持ってないのかどっちかにしてほしいし、むしろ持ってない方が面白かったから、しかも108票ってそんなみんな、俺すごい一生懸命リツイートとかして、やってますよ、やってますよって言って、新京のお客さんぐらいしか本当に投票してないわけですよ、108票って。後楽園でね、後楽園に向かってやってるのに108票しか興味ない、この間の流れ、これが今日から血を洗う構想が始まるわけなんですけど、ちょっとこの数字を見てですね、今日ハッとしてグッドと IWA の構想は今日が最終回にしようかなと思います。いや、持ってんだろ、こうやってみんな IWA フィリックスが来てくれたのか、 IWA コールを、 IWA、 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 7人いるだろ、7人、7人もいるか、5人くらいだろ、 IWA だ、 もういやだからもう2人とも、ね、前回すごいまだ出たいってことで構想を、ね、しましょうっていう話しましたけど、ちょっとやっぱアンケートの結果を見る限りはちょっとこれ以上ちょっと後楽園前になんかそういう無駄な交渉できないので、なんで今日最終回しましょう。決着戦で終わり、誰も望んでないですから、後楽園の IWA なんて。じゃあよ、何すか、なんか沖縄でお前応援してきたんだろ。ああ、そう、ね、おかげさまで今日やろうよ、せっかくだから、やろうよ、アイコマッチやろうよ、どうよ、ベルト、ベルト、結果あんだろ、宝持ち下さいじゃねえか、やろうぜ、おい、よし、いいっすよ、やっても、おもし、これ、今日、お二人負けたら、本当終わりでいいっすよね。レギュラーさんでもなくなりますからね、本当に。本当に終わりですよ、今日で。ちょっと考えてください。いいんですね、仕事なくなりますよ。アイドル見てよ。オーケー、やってやるよ。ああ、そんなお前こっちに来るんだな。条件でもやってやるぞ、そんなことも取ってやるからな。もう入ったつもりだよ。よし、わかった。じゃあ今日。ハッとしてグッド IWA 軍、第1話にして完全決着戦は、この GWC のタッグのベルトをかけて、
翔太、荒井健一郎がハッとしてグッドに IW8 の構想を終わらせてやるよ。てめえよ、泣きずるんだよ、バカ野郎。タイトルマッチが決定してしまったようですけれども、はい、いやねえ、これ負けてしまったらアイナフレームもう見れなくなっちゃうってことなんですけれども、はい、でも本当にあの微妙な票数のアンケートでしたね。そうですね、108人、はい、108で確かにね、6対4ってなんかもうちょっと割れてた方がね、なんか、まあ、9対1とかね、そういうになってもらった方が多かったんですけれども、平均すぎてもね、なんかあれですけども、まあでも、はい、特待取るのはかけられるということで。そうですね。最初で最後になってしまうのか、はい、それとも、あの、王者になってこのまま君臨し続けちゃうのか、はい、という形になります。まあ、はい、でも結果的にはね、あの、お客様としては、あの、タッグ選手権試合が、はい、もう見れるということで。そうですね。ちょっとお得感が出たんじゃないでしょうか。ぜひご期待ください。はい。では今日も、はい、はい。よろしくお願いいたします。ラウンドスタートです。第1試合、新春ヤングバトル、シングルマッチ30分一本勝負を行います。まずはじめに青コーナーより、作田敏行選手の入場です。そうですね、戦い始め、はい、第2戦というところですね。そうですね、はい、初参戦の佐久間選手対大谷丈司。この佐久間選手はですね、はい、身長も155センチなんですけども、はい、もう82キロあるので、そうですね、かなり力のありそうな。そうですよね、もう肉体見ても分かりますよね。これもなかなかこの重心が低いということで倒れないでしょうね、はい、
まあ、パワーもあるんですけども、はい、まあ、その場飛びのムーンサルトでしたり、飛び技もできますので、なるほど、大谷ジョージ、新年一発目、なんとか初勝利を挙げたいところですが、なかなかの難敵が来たということですね。まあ、でもこの、小林さん、これ、図式的にはですね、はい、ガッツワールド対これ、大日本プロレスという、はいはい、対抗戦ですから、そうですね、ガッツワールドから見たらもう、メジャー級の大日本プロレスさん。はい、そこに挑んでいく形になりますよね。まあ本当にあのね、大谷は頑張ってほしいですよね。そうですね。ドインディ大賞から外れている大日本プロレスですよね。はい。まあ今そのね、大日本プロレスの方にもまあ吉野和彦とまあレギュラー参戦してますけども。はい。いや、その新年一発目でですね、この大谷ジョージが勝つようなことがあれば、はい、このガッツワールドとしても一気に勢いがつくんですけれども。はい。まあ、今のタックルとかやはり早いですね、その非常にそのスピーディーな、はい、こういったグラウンドの展開なんですけども、さあ大谷も後ろを飛びましたね、はい、その辺成長の跡が見えますね。ちょっとこの、まあ、レスリングの展開についていきたいですよね。そうですね。さあここは外したいところですね。やはり満力のように締め付けていく、この作田のこの足の力はそうなんでしょうね。いやー、上半身だけじゃなくて下半身もね、本当にがっちりしてますから。はい。さあ、今度は大谷が締めていきます。まあ、このグラウンドの展開、ついていきたいですよね。まあ、がっつり行ってもらいたいところ。今のところやはりもうサンクダの方がちょっと上かなっていう感じが見受けられますけども、はい、そうですね、はい、何しろやはり大谷ジョージまだ一勝もしていない、はい、ヤングガッツ、まあ、でも気がつけばあと、はい、今週末終わったら2月ですけども、はい、もうちょっとでデビュー1年ですね。そうですね、1周年で。ってことは逆に言えば1年間勝ち星がなかったってことですからね。はい、まあね、その一勝っていうの欲しいと思いますし、なんとかここで勝ちたい。はい。まあでも大谷もね、まあ他団体でも試合もしてますし、はい、まあ毎回毎回その進化というところで見えますから、はい。まあ2016年これがもうガッツワールド2試合目の試合ですか。はい。はい、頑張ってほしいですね。そうですね。さあなんとかこの新年ほぼ一発目で。勝利を挙げたい。さあ締めていく大谷。しかしこの足の力で首を先ほどからこう締め付けられるんですけど、これは危ない危ない危ない。このヘッドシアス危ないですね。いやいやいや、これはじっくりじっくりと。これ決まってますよ。ほぼこの、はい、足の力の万力のように締めていきますね。はい、さあ。形的にはもう総合格闘技の三角締めと一緒ですからね。危ないですね、これは。はい、これは危ないですね。さあ、動いて、なんとか逃げたいところ。はい、その、波の選手の、はい、足の締めでしたら、下からのその、跳ね上げで返せるんですけども、はい、やっぱり返させないってことは、それだけ先生方の、はい、足の力、その腿の力、筋肉が上なんでしょうね。この大日本プロレスで鍛えられ、はい、まあ、しごかれ、伊達に年間150試合戦ってないですよ ね、 そうですね。さあ、さあ大谷はちょっとこの苦悶の表情が続いている。そうそう、ちょっとこのレスリングの展開ですか、グラウンドの展開がちょっと結果が見えないですよね、はい、一方的ですよね。そうですね、はい、いやー、せっかく沖縄に行って、そうですね、はい、沖縄に行って日焼けしてきたかったんですが、ずっと雨だったっていうところでね、氷が降ってたって言いますけども、ちょっとそこら辺つながさもあるんですが、はい、ちょっと一方的ですね。そうですね、大谷ちょっと攻めきらっと5分経過。今はこれ股関節ですか？そうですね。いやー、ちょっとこの作田がさ、どうやって料理しようかなっていうような展開になってきてしまいました。まあ今5分が経過しましたけども、本当にこれ5分間一方的に迫られてますよね、大谷は。あー、おっと、あ、これはいいですよ。これはいい勝利策ですね。
っとヨシちゃんはいらないですね。はい。なんか言ってほしいですね。おっと、エルボーで返してさあ、セカンドロープから狙っていく。なかなかいいミサイル撃ちじゃないですか。これすごい、ヘッドインのシャンプだが。さあ、いい片浴び方ですね。両方がクラッチしてましたけど、ね、さあ、ここだ、ここだ。さあ、新年一発目で、はい、なんとか初勝利を挙げたい。さあ、投げていく。早い投げる。そして、これは、そして、逆襟固めですか。おっと、これは、すごいな、選手。おっと、いや、ちょっとやっぱり力が残ってますかね。はい、しかしこの開花力でなんとか引っ張っていくか。さあ離すな大谷。さあチャンス。しかしあっと、杉本選手もね、リーチがそんなに長いわけじゃないので、はい、これも関節技が逆に有効かもしれないですね。そうですね、これで一気に形勢逆転したか、はい、大谷ジョージ初勝利がそこに見えてきたか。さあ、ラリアットかわされた。エルボーもかわされる。あ、スピア。いっぱいかわされるようにスピアを食らってしまった。今のね、スピアもやっぱりね、こう右で重さがありますよね。強烈ですね。なんかもう本当に重い弾丸が飛んでいくからね。さあ、これはちょっとピンチか、大谷。さあ、スピア、おっと。試合式ですか。さあ、また行くか。今のは何ですか、セッターのような形でちょっと初めて見ましたね。何の返した、あんな技があるんですね。いやいや、なんか軽トラックにいっぱい石詰めてそのままぶつかってるみたいな感じですね。本当にもうちょっとしたこれ本当交通事故ですよ、今の衝撃は。あ、これですよ、これですよ。こういった技もね、出てくるんですよ。本当なんか、メキシコのルチャの選手みたいですよね。いや、言ってしまった関本選手がもうちょっとするようなもんですから、そうですね。体の体重的にはね、同じぐらいの比率だと思いますよ、身長と体重。いや、これだけ重い体重で、あれだけ飛べる、この身体能力の高さはすごいですね。すごいですね。なんかバネで固まりなんでしょうね。いや、それに負けてはいけない。気持ちでね、負けちゃダメですよ、大谷は。とにかく気持ちだけでは勝ってほしい。終わったですよ。ドラついた、ドラついた。さあ、気持ちで、さあ、気持ちで。こっちなんですよ。惜しかった。さあ、気持ちで、まさか。ちょっとね、ボール落としますよ、さくらが。さあ、ここはなんとか。これは。フロントスープレックスですか。危ないか。返した。さあ、大谷ちょっと危ないか。これはね、ちょっと早く回らないと。いや、危ないですよ。これは止まってる。どうですか、これは。これはちょっと危ないですね。さあ、大谷、なんとか逃げてこい。ですけども若い選手ね、このぶつかり合いというのがやっぱり刺激になると思いますので、この向こうの仕事を利用して、また、アナウンサーの選手とも一
試合をして、そうです、ね、どんどん会場の登っていってもらいたい大谷教授、はい、今日は新年一発目で残念ながら負けてしまいましたが、はい、この先楽しみですよね。そうですね、まあ、サンプル選手もね、またね、学校などを見てね、ぜひ行きたいですね。そうですね、ぜひもっとね、はい、いろんな選手と当たるところ見てみたいですね。第2試合、サバイバルウォーシングルマッチ30分一本勝負を行います。まずはじめに青コーナーより影山道夫選手の入場です。秋葉龍也選手の入場です。さあ、本日の第2試合、怪我から復帰の悪魔良也がいきなりミスター岩之助と当たります。あ、違うんですか。失礼しました。あまりに似てたと間違えちゃいましたけど、斜め後ろからの角度がそっくりなんですよ。僕の角度ちょっとそっくり。いや、ほんとそうですよ。今日新木場ファーストリーグ私来るときに、はい、岩之助さんと挨拶しようと思ったら、影山選手でしたね。本当に行けますね。はい、さあ、この影山選手、名古屋から初参戦です。はい、お、爽やかに、このここら辺を見せた感じと違います。なんと、ここら辺は同じです。なんか似てますね、やることなんですけど。肩の怪我で欠場してまして、はいはい、ちょっと欠場の間に、まあ、その肉体改造も行いまして、そうですね、体重5キロ増量ですか、5キロ増量したということで、マシアガンバーガーの方で69キロありましたけども、もうすぐ70キロ。はい、胸のあたりでしたり、その背中の僧帽筋ですか、はい、やっぱりこう、筋肉ついたなっていう印象ありますよね。そうですね、はい、で新しいコスチュームで、そうですね、新しい髪型でちょっと色気つきまして、はい、ね、でもまああと、まあ、このでも体は結構非常に得意としますので、はい、もともと空手をやってましたから、このしんどいですね、これは意外と、しんどいですね。そうですね、まあ、体重も90キロ近くありますからね。さあ、押しつぶさない、押しつぶさない。いや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 、これは体重は何キロ差があるんですか。11キロ。ただ11キロの見た目以上に多いですね。非常にね、やっぱりさあ、今後頭部の中ですか、サッカーボールキックがいげく入りましたけども、いやいやちょっとこれは、はい、ものすごい音が、もうリングシューズの跡が、ああそうですね。さあ、今レオンや復帰戦、いきなりちょっとこのちょっとね、まあ、秋葉としては、はい、まあ、影山の試合ってほとんど見たことないと思うので、
今まで当たった選手はね、多分頭の中で想像だったと思うんですけども。そうですね、第1試合の大谷教授と同じように、はい、そうですね。初めての選手といきなりシングルで当たるという、この予備知識がね、そうですね。で、やっぱりもう蹴りがありますから、この影尾の前にちょっと入ってしまうと、その、で、今も鋭角に赤のあたり蹴られましたけども、いつどこから飛んでくるか分かんないですからね。いやいやいや、そこ、秋葉渾身のエルボーを全部受けて、はい、そしてなおかつ踏みつけていく。で、まあ逆にね、まあこの選手も本当に名古屋中心に、まあ本当にもう経験も長いですし、はい、まあ正攻法だけじゃなくて、こういったラフファイトもできますから、いやちょっとこれは厄介っちゃ厄介ですよね。しかしこの復帰戦にして、ちょっと。完全に挑発されてますが、まあね、影山もこの単身名古屋のこのガッツワールドに乗り込んできたということで、はい、まあ、期するものはね、あると思いますから。そうですね、徹底的に痛みつけてこの足跡を残したい。まずはね、このガッツワールド、まあ今日はこの若い秋葉ですけども、はい、いやこの蹴り、またね、キックボクシングの蹴りとはまた違う、この空手の、いわゆる中段蹴りですか。そうですね、松崎さんから出す蹴りと一緒ですね。確かに松崎さんとしてフォームはね、似てる部分もありますから。そうですね。いやー、強烈ですね。もう、なかなかね、我々総合格闘技の、まあ、その、素養もありますけども、ね、ちょっとやっぱりもう、体重差ありますし、高校生の腰が腕を上げている。またこの強烈なボディスラム、腰を一方的に攻められてますね。あった、危ない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 、これ危ないですよ、これ決まってしまうかもしれませんね。第1試合は本当に疑問が奪われましたから、全く気が抜けない。いやー、ちょっとこの影山のパワーに、そうですね、タジタジという感じですね。いやー、ちょっと苦しい展開続いてますね。さあ、ここで上げられ、おっと、さあ上げ返した、おっとおっと、よく投げましたね、今の反対角度。いやいや、腰の散々やられたんだが、そこは何度か返していった。ちょっと反撃したでしょ。逆の蹴りですか。秋葉の蹴りだ。さあ、やり返せるか。秋葉亮也。ドロップキック。そして、さあ、安村秋葉。さあ、秋葉ほどもお返し。お返しですね。秋葉もレバースを受けて、蹴りを前面に出す。ファイトスタイルに。そうですね、こっから技を抜け去って重ねていきたいですよね。そうですね、しかしロープに振られない。さあ3連発、そしてさあ投げて、おっと、ああ脇がダメ、逆の脇がダメ、そしてあれこれ早かったね、近い形になってますが、はい、これ動けないですね。危ない、秋葉この動きにか、はい、6分56秒、影山道夫選手勝ち。
負けた奴はとっとと帰れ。ガッツオーリーお越しのお客さん、初めて自分を見る方も多いかと思いますけども、名古屋から来ましたチームデラの影山道夫です。今日ガッツワールド初参戦ってことで、あんたに一つだけ言っときたいことがある。このリングに上がるからには俺の道を行かせてもらう。以上だ。第3試合、ファイトオブザパワフルウーマン、シングルマッチ30分一本勝負を行います。まずはじめに青コーナーより、神田亜美選手の入場です。赤コーナーよりドレイク・モリマス選手の入場です。さあ本日の第3試合、ガッツワールドの絶対的兄貴ドレイク対初参戦の神田。さあ矢部さん、はい、この神田選手なんですけど、見るからにあのパワーありそうなんですけど。そうですね、はい、まあ、体格はねドレイクの方がまあ大きいんですけども、はい、神田も非常にパワーありますので、なんか西調布で逸話があるとか、あの西調布の鉄柱をね一回壊したことがあるぐらいの、それはすごいですよね。それぐらいのパワーがあるんで、まあ、あの柴田でも壊してないんですよね、はい、それはものすごい
パワーの持ち主、まあ、でもしかしやっぱり今こう正面から押していくとやっぱりドレイクのパワーはやっぱり真正面から行くとあります、ね、そうですね、やはりドレイク森松といえば男とやっても かなわないぐらいだね、パワーがありますから。まあもう去年のね、後半の新規場ではもう、ダンスレスラーと普通にもう名勝負をね、そうですね、何度も見せてましたから。バンチー高田より全然力強かったんですね。そうですね、バンチーよりもその人が全然、アニメの方が上ですからね。さあ、いやいやいや、その、西調布のリンクを壊そうとの神田でも、ああ、でも倒しましたね。倒していった。はい、これはバンジーからできなかったですからね。できなかったですかね。ああ、しかししかし、これがドレイクのタックルだ。さあ、ドレイクにスイッチが入ったか、あっとこれは、この摩擦すごいね、熱になりますから。やはりここら辺は、ヒールの血が騒ぐのか。まあね、ドレイクも4月の3日ですか、この新規バンストリング日曜日に、はい、J リースター、20周年同窓会公演も控えてますので、なるほど、なるほど。まあね、沖縄大会、そうですね、まあ、ありましたけども、ね、この新規場で、はい、そしてガッツワールドで沖縄、その後ガッツワールドで大阪、はい、そして J リーグ20周年。で、今年はいろいろそのメモリアルの大会がね、そうですね、ドレイクにとって控えてますから、この乗りに乗っているドレイク森松に挑んでいくのはこの初参戦。はい。いや、この兄貴のパワーにどこまで。そうですね。まだ、あ、他の方も今、パワーだけじゃなくて立体改造もしてまして、はい、まあ、スピーディーな、ね、動きの方も出してくると思いますので、はい、なるほど、なるほど。そういったところでちょっと変化球を出せればという。さあ、この第1試合、第2試合と、はい、ガッツワールドの2人がシングルで、はい、完璧に負けてしまいましたからね。この第3試合で、ガッツワールドの兄貴が、はい、なんとかこの本土初勝利を見たいところではありますが、はい、まあ、大阪大会ではこのドレイク森松プロデュース工業というのが予定されてますので、いや前半戦も忙しかった。やっぱり一発一発の重さがちょっと違いますね。違いますね、はい、やはり乗りに乗ってるドレイク森松、いや本当ガッツワールドとしては本当に頼もしい兄貴ですよね、はい、さあ一方的に一方的にやっつけている、おっと、あっ、丸めた丸めた、あ、ちょっとポジションが悪かったですけど、ね、まあ、こういった技は有効ですよね、そうですね、はい、一方的にやってればやってるほどこの隙が生まれますから、はい、さあその隙をさあ、あとはさあなんとか反撃をしていきたい、はい、さあ反撃の糸口はどこにある、まあ、プロレスとして3秒間肩をマットにつければ勝利になりますから。そうですね。さあ、兄貴何をしてるんですか。兄貴何をしてるんですか。鼻の肉を掴んでますね。あ、これはストマッククローではないんですか。これはストマッククロー。ちょっと屈辱的な技でしたね。そうですね。ちょっと精神的にこれは追い込まれますね。さあ、踏みつけて余裕の表情、森松兄貴。もう本当に余裕です。ちょっと余裕ですね。お客さん、写真を撮っております。本当に笑顔で楽しそうに 人をいびってますね。いやー、ちょっと生き生きしてますね。はい。5分経過、5分経過。いやバラエティに飛んだいじめ技って感じですね。ちょっとこのここらへんのところ、このドレイクの横綱相撲のところですかね。カウントは2、まだまだと、このフェイスロック一つ取っても、はい、やはりこの体に密着しながら締め付ける、はい、やっと首を、これちょっと
呼ばれないと危ないですよ。ベースロック決まってますよ。そうですね、はい、この完全に体密着してますからね、はい、力がすべてそこに。さあ、アビキ、さあ、なんとかなんとかじわじわとギリギリロープに届いた。いや、今日森松兄貴汗まだかいてませんね。ちょっとここまでのところやや一方的になってますよね。そうですね。おっと、ここら辺から反撃の糸口が見えるか。さあ、フェイスクラッシャー。おっと、おっと、DDT ですか。飛びつく仕組み DDT ですね。ちょっとフェイスの気味に食らっていった、はい、ここら辺で、さあ、さあ、反撃の糸口がここで使うか。自爆でしたね。決まってればと思いましたけど、あと、あと、あと、さあ、いつもの、あと、その土手っ腹に、さあ、このミクロと手島がゴキブリコントをしてる間に、さあ、フルスイング。そしてコントが終わったとともにバットもいなくなる。これはもうほぼ芸術ですね。見事でしたね。伝統芸に近いものがあります。さあ、リング内に落ちた。武田が失敗だ。さあ、兄貴がゴシゴシと追いかける。さあ、場外お気をつけください。あっと、今度は鉄球。選手の前に広く開けてください。お気をつけください。公開処刑、まさしくそんな様相を。ちょっとこのやっぱ上下の時にいるでしょう。気をつけください。選手の前に広く開けてください。お気をつけください。こういうところからもトレンドが選手の前に広く開けてください。場外引きずり回し処刑。ただパワーはありますけども、どちらかといえばやっぱこう真正面から行くタイプなので、はい、こういったちょっとその場外線のインサイドワーク、かけてるのはドレイクになりますよね。そうですね。しかもドレイク、今日もドレイクもおります。余裕シャクシャクですからね。さあ、今度はおっと、ラストを探したぞ。飛び出しましたか。危ないですよ、これは。いやいやいや、こんなまたミクロがバレンタインで。バレンタインを上げるからって思いましたね。さあ、いやこれ危ないですよ。危ない危ない危ない。あっと、また、あっと、まさか。またこれは新しいステが来ましたね。しかも思い切れば当たりましたけどね、さあ、これで、あと、今食らったら危なかった、食らったら危なかった。あれ、これ、あれ、こ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 れが一番痛そうだな。今ね、逆に取り合っちゃったんで。そうですね、あと、これは痛い。お、耐えた、耐えた、耐えましたね。おっと、あ、ラリアってましたね。正面衝突。パンダもこういった技は得意としてますから。そうですね。さあ、もう一度勝利で倒していく。さあ、なんというパワー。いやー、パワーありますね。ドレイクを倒しましたね。さあ、ここで勢いに乗っていきたいところ。シンプルに座ってましたね。そうですね。さあ、そしてまさか、どうしたらいいと。これは危ない。頭から落ちましたよ。頭から落ちた。これは危ない。10分経過、10分経過。これ大丈夫でしょうか。これかえって危ない角度になってしまいました。いやいや、ローザーライトセンプレックス突き詰まりましたけども。そうですね、これはちょっとダメージが心配。これちょっと、これどれも戻しますね。ジャーマンで何ですか。ジャーマンか。いや、
とすればこれチャンス、大チャンスですよ。宿題やるわ、出直し勝ち。もっと返していった。いやードレイク、ちょっと今の首のダメージ、頭のダメージが心配だ。ちょっと心配ですね。しかし、今度はチャンスですよ。そうですね。しかし、しかし。いやこれお返しのラリアットですね。今の一発を受け、あーっと、ドレイクボトムですか。さあ、これは決まったか。おっと、返しましたか。返しましたね。返しましたね。ちょっと今、返されると思わなかったっていう表情しましたね、ドレイクは。これは誰もが決まったと。ショートレッジのラリアット。これは本当にもう正面衝突。いや、本当にこれもう。いや、これは決まったか。返しましたね。いや、もうちょっとしたスピーカーが真正面からぶつかってくるぐらいの衝撃ありますよ、このラリアット。そうですね、さあ、終わりだと。あさあ、ドレイク森松選手の勝ち。あのさ、久しぶりにゾスプロレスラーにラリアットで倒されたよ。すげえな、お前。ていうかさ、入場曲、高額に使うのやめてくれない？自分の入場曲でテンション上がるはずが、あんたの入場曲で裏でめっちゃテンション上がったんだからな。ツイッターで高額にファン、お互いどっちがクーちゃんファンとしてふさわしいか決めようと思ったけど、なんか入場曲で使われて試合では勝ったけどクーちゃんファンとしては負けたような気がするんだよ。でもこいつこの間だけでアルバム買ってないからな。20日発売のアルバム買っとけよ、お前クーちゃんに失礼だぞ。なんか今日は楽しく試合ができました。ありがとうございました。第4試合、鬼神悪魔道 VS 山彦、タッグマッチ60分一本勝負を行います。まずはじめに青コーナーより、山彦、山野太郎、吉野達彦組の入場です。
赤コーナーより鬼神悪魔道ガッツ石島ミスターガンモスケ組の入場です。いやちょっとこれ山彦としてはこれ気をつけないとダメですよ。そうですね、ガンドスケさん2人いるわけですから、リンク下でリンク下でちっちゃいほどガンドスケさんの下に顔ですね、はい、完全に。さあ試合の方は、はい、ミスターガンドスケと吉野夏彦、この組み合わせもなかなかね、この意外とない組み合わせですか。岸山窓対この山彦っても初対決ですよね。はい、いや本当にこの試合順が変わりまして、これが第4試合になったわけですけども、はいはい、まあ、本当にメインイベントでもおかしくない。おかしくないですね。はい、さあ、吉野勝彦、体重が今、自己最、一番重いという。最重量の84キロ。はい、4キロまでウェイトアップして、はい、吉野もね、本当に、まあ、今年1月始まりましても、で、第2のプロレスに、はい、リレー参加をしまして、まあ、いろんな相手と揉まれてますから、はい、コンディションでしょうね。そうですね。さあ、吉野は、動きはいいですね。まあ、しかし、一方のこのミスターガンドスケも、はい、きちんとございました。はい、1月12日ですか。はい、安浦野選手と。安浦野選手と敗れましたけども、まあ、本当にすごい名勝負ね、ミスターになりました。はい、いやいや、復帰してから、どんどんコンディションが上がってるような気がしますからね。はい、さあ、出てきたガッツ石島。代表が出てまいりました。さあ、悪魔道のきらびやかなこのコスチューム、片谷山田太郎、さあこのテクニシャンと、はい、
テクニシャンぶりが、はい、なかなか発揮されるかと思ったんですが、意外とこの今もうやっぱりパワーでね、ねじ伏せましたね。しかし、いつの間にか首を取っている。さあ、ここら辺がメキシコ時刻、はい、おっと、ゴッドが出てきた。こういったところがね、アマタラの持ってるテクニックですよね。そうですね、はい、ここで大金星を上げるかと思いましたが、はい、さあ、吉野対松井志島、この対決もなかなか久しぶり。久しぶりですね。まあ、かつてはね、この二人の、まあ、そういうのもありましたけども。しかし、何すか今のボディスラム。ちょっとやっぱり。おっと、この辺が山彦。これがやっぱり、シングルマッチでね、タッグマッチはね、タッグプレイヤーの差ですよね。さあ、この、岸悪魔道よりも先に、この二人が、やはりこの2人来るとやはり 1+1 が8ぐらいになりますか。なってますね。まあ、この新薬物もね、本当にあのチームワークいいんですけども、はい、やばいとやっぱりこういったあの立体的な、なんか今のような感じがしますか。そうですね、スピードに乗ったもう3次元殺法、4次元殺法といったような。さあ、山田さん、回っていくか。こういったやっぱり動きは、新薬物にはないですからね。そうですね。はい。山田太郎がなんか久々に水を得てる、水を得た魚のように。まあね、山田太郎もね、フランクフルトを焼いてるだけじゃないですから。そうですね。テクニック持ってますから、本当に。そうなんですね。本当にあの、技術レベルでは本当に高いんですよ、この選手は。もっともっと評価されていいですよ。本当にそうですね。いや、もうこの選手だともうサムライ TV さんですか、はい、ジョイティー大賞全然狙える選手だと思うんですよ。そうですね。あっと、今のはアッパークローですかね、あのザ・グレート歌舞伎選手からの。ああいうテクニック、昭和のテクニックも得意なガッツイ志島。あっと、これは。あ、やっぱ息合ってますね。いやいや、今のは本当にダンプカー2台が。2台ですね。衝突してきた感がある。このボディスラム、本当に軽々と持ち上げる。本当にコックショがいいでしょうね。さあ、しかしこの山田太郎も、あと、さあ、場外だ。場外に倒す。場外にガンノスケが行ってますよ。場外にミスターガンノスケが大暴れ。場内にミスターガンノスケが何か言っている。5分経過。引発の色が全く同じなんですよ。そう、本当にわからないですね。なんですか、パワーエさんとか言って、その髪の色がなんか番号とかにあるじゃないですか。はいはいはい、あ、多分同じ番号ですね。なるほど。さあ、踏み落とし。いやー、ちょっとこれはね、まあ、実質2対3丁目からですから。そうですね。全員と体重を合わせると山彦の5倍ぐらいになっちゃいますからね。そうですね。さあ、そこのタッチ。なんと、奇神悪魔バンズになっちゃいましたもんね。いや、奇神悪魔バンズですか、このバンズ。いやー、そのまま、カロを掴んで離さない。はい。いや、ちょっと山田太郎、先ほどまでね、生き生きしていたんですけれども、これも、いや、今はね、バックエルボー、シンプルな技なんですけども、本当にこれね、ガッツリ島がやると、本当必殺技クラスのダメージになってますよ。あっと、一歩越し。ちょっとあの黒いねパンタの方が黄色に見えてきましたね。そうですね。あっと、滑ったの危なくなりましたね。そうですね。いや、逆にあのヘッドバットがね強烈に入ってますよ。はい、それほら、勢いをつけて、そしてクイックタッチ。そうですね、これ今のタイミングとかじゃないですよ、ほんと力だけでぶん投げましたね。反動が使いませんからね。さあ、
田太郎。ちょっと苦しいですね。いやー、山彦再結成で、ここで何とか金星を上げて、バック選手を並ぶようにいきたいところ。さあ、今のはいい感じで入ったか。しかし、しかし、しかし。しかし、これでも、このガンタスケ選手の首落としはいつも。得意技の一つですよね。そうですね。この後のね、試合組み立てますよね、なんかありますけど。これは指も決めてましたね、今ね。いやいやいや、いろんなテクニックで、この山田太郎を苦しめる。おっと、これは。これは抜けたいですけども。いやー、抜けない。やっとロープに転がって。そのままガッツリ石島が出てくる。いやー、今の席は本当にリアルな席ですね。いやー、なんかね、潰れますよ。そしてその喉元にこの逆水平ですからね。どんどん声帯も潰れていきそうですね。これは見たことないムーブ。そしてトップロックからまっすぐ行った。これが山田太郎の新作。そして声優吉田が待っている。これは山田さんに注射したい。ガッツガッツ。さあ、一瞬時が止まる吉田のドロップキック。さあ、ガッツスケに向かって、さあ、どけた。入っていったらしかし、受け止めて、さあ、ホーム、そのまま、そして山田太郎が、おっと、石島を、行くしかないですかね、さあ、これはチャンス、山彦、大チャンス、さあ、吉田、そのまま離さなければ、さあ、どうだ、届いた。いやー、今の吉田の攻撃良かったですね。いやー、こういったね、吉野が固めてることで、あ、大丈夫か吉野。吉野、一瞬目が飛びました。なんか一瞬時間が止まったかのようなね、バックドロップでしたね。いやー、ひねりがあそこまで効いたか。さあ、ちょっと目がうつろう。そしてこの強烈なライアット。そしてピッチャーのフォアボールですか。フォアボールを出してきた。よく返しました。いやー、なんとか立ちてきた。さあ、山田、先ほどの借りを返すにはここしかない。おっと、ことない技を次から次に出しますよね、山田太郎は。本当に華麗ですね。さあ、ランは引っ張られて、ちょっとこれはロープ、ちょっとニアロープ。いや、もう一回いきますね。さあ、もう一度。さあ、カウント。ガンノスケがたまらずカット。さあ、今度はこれも肩もありますよ。いや、ガッツもやっぱ体重あるとあった技はね、危ないですからね。そうですね。さあ、エルボーで。いやー、だって今すごい音しましたよ、マリアット。それはダメだろうと音しましたよ、今。いやー、山田太郎大丈夫ですかね。いやー、やった本人が、肘をやったか。いや、最後のやつですよ。さあ、吉野さん、おっと、いいキックが、顔面に入った。ガンタスケのラットもすごいですね。振り抜いていった、もうバットのようでしたね。いやー、ガンタスケ、ツーブラと重戦車が2台ぶつかっていく。そしてすごいサーブルですか。あっと、危ない。よし、危ない。これは決まってしまったか。これはさあ、おがんおがん、
ロザナに拝んでいく高いジャンピングシーン、これはさすがに続いてよしか決まってきませんか、返しましたね、これで落ちる、最後しかまだ生きていた、ヨシコタキコはまだ生きていた、連携がありましたね、山田太郎も生きていた、膝から行ったムーンサルト、そしてもっとこれが重量パワーか、さあどうだ、これカット行かなければまだ通ったんじゃないですか、今ねめっちゃ入ってたかもしれない、さあどうも、吉野チャンスですよこれは、さあ吉野チャンス、おっと、あっ山田太郎君飛びましたね、さあ吉野バットスクを仕留めるか、そしていつものアスリートちゃん、これはさすがこれはガンマスケも呼んでいる、あと下下にいたガンマスケさんか、13分39秒ミスターガンマスケ選手の勝ち、GWC 認定タッグ選手権試合、せっかく掴んだチャンス、絶対に負けられない戦いがここにある、挑戦者チーム、ユージ・キト、
松田慶三組の入場です。この放送一日で終わらせていただきます。チャンピオンチーム荒井健一郎翔太組の入場です。選手権試合に先立ちましてチャンピオンベルトの一時返還です。ベルト変換でいきなりその変換されたベルトを巻こうとして、ね、巻いちゃうような素振りをする選手、はい、めちゃめちゃですね。なかなかいないですけどね。もうなんか中国人の盗賊みたいですよね、はい、いやこれはでも本当にタッグ選手権に、まあ、なりましたけども、はい、本当にこの捨て者たち4人の、はい、本当に、まあ、バカ試合って言ったら言葉はちょっと悪いかもしれませんけども、いやいや、まさしくその通りだと思います。もう誰が一番騙せるか、はい、もうそれにかかってるんじゃないですか。逆に言えば、ここでピンを取られる人が一番バカってことですよね。はい、まあでも
ね、最初一番最初のオープニングで、はい、まあ、翔太が入ってきてその後にまあこの IWA が来たんですけども、はい、まあ、敗れたらもう完全撤退、そうですね、背水の陣状態ですけど、はいはい、ただあの勝てばこのベルトも七分に収めるということで、はい、このガツオラのタッグ戦線の一気に主役にも躍り出るという、まあ、ハイリスクハイリターンの戦いに IWA は、ね、挑んでいくということですね。さあ、支持率 39%。 さあ、IWA しかも 39% ですけれどもね、108票だから、なんか40票ぐらい、そうですね、多分あそこの上にいるお客さんが全員入れたんだと思うんですけど、ね、組織票ですか、組織票ですね、まあでも一応数字は持っているという。さあ、今乗りに乗ってる男翔太、まあでもこのね、カットしてグッドですが、はい、翔太、荒井健一郎君は、まあ、日曜日にね、はい、防衛もしましたし、そうですよ、まあ、大輔よしのって、なかなかまあこっちで逆に組まないですけども、そうですね、まあ、ガッツワールドで言えば、まあ、1、2、2、2トップ、2トップですよね、そこから防衛したわけですから、はい、このハッとしてグッドの勢いは、ね、まあ、本当にありますよね。支持率 40% の IWA にはちょっと勝てないんじゃないかなって気もしますけれども、はい、さあこの最近のこの翔太のなんか上り調子というか、はい、ものすごいですからね、最近の子たち、ね、まあ、翔太もね、まあ、上ってると思いますよね。さあこの流れるような切り口でこの2人、このつなぎの2人が龍二紀藤を一方的に今捕まえてますね。いやちょっとね、奇襲から始まりましたけども、はい、流れはね、戻しましたよね。そうですね、おのおのこの2人、10秒、12秒、15秒ぐらいずつでタッチしちゃいますからね。はい。まあ、この翔太なんですけども、はい、プロレス大賞って、まあ、いろんな大賞がありまして、はい、ネットプロレス大賞っていうものがね、ありまして、はいはい、それでですね、MVP、2015年の MVP、翔太、39位に入ったんですよ。もう39位っていうのは非常にこれ高い、そうですね、地位でして、あー、これで大変だ、これだ。さあ、危ない、危ない。そこも相打ち、そして、これが翔太のプロレスです。真骨頂ですね。まあ、先ほどの話に戻すんですけども、はい、39位という、順位になりまして、はい、そのネットプロレス大賞だけでは翔太はですね、WWE に行ったカナ選手より上なんです。おそれだけそのインターネットの中でのプロレスラー、誰が一番活躍したかということで、ショート非常に評価されてますから、ね。なるほど、なるほど。引き継いで、しかし、しかし。ああ。褒めていたら、ショートが褒めてるところに、逆にこれ、松田圭さんのね、場外戦ですかね。さあ、もう、半身の時代でグレード。やはり翔太はやはり軽量ですからね、はい、こういう攻撃にはさあ危ない危ない、なんと松田圭三はねヘビックですからね、はい、あの筋肉のピクピクを見ても分かるようになる。5分経過、そのいつ見てもこの筋肉は素晴らしい、はい、そしてクイックフォール、このヘビー級の体で押し付けていきました。さあ、羽のコスチュームからなんか綺麗に羽が今やるわけですね。そうですね、なんか翔太の手をね、はい、まあもう羽を引きちぎる、引きちぎるばかりの、はい、さあ、そうこの体でテクニシャンプリも発揮。さあ、背水の陣、IWA軍、ハイリスク、ハイリターンのこの戦いを制することができるのか。さあ、2人でこの翔太を標準に絞ってきましたね。そうですね、まあ、ちょっとね、序盤はハッとしてグッドが握ってたんですけども、ペースを、
ちょっと今これ間ブレイクに傾きつつありますね。そうですね、はい、あの場外でのボディスラム2連発からちょっとペースが変わってきた感じがします。そうですね。さあミスターショータイム、試合序盤は本当にこのショータイムが続いていたんですが、まあ、このね、松田の紀藤もね、お互いのことをよく知ってますので、はい、まあ、もうね、目を合わせなくても、はい、自然の、ね、タッチも出てきますし、そうですね、なんか、白と黒の綺麗なコンビネーションが、はい、そうですね、本当そういう形ですよね。おっと、あった、いやいやいや、あ、インディング今の見る必要はあったんでしょうか。そうですか、見る必要、まあ、でも、まあ、レフリーに声かけましたから、そうですね、さあカウント、なんか動くものに感動しちゃう猫ちゃんみたいになっちゃいましたけれども、さあ来ましたよ、ブレンバスター今日に取り憑かれた。連発取らないとないね。狂気の世界ですか、これは。お経のように取られてる。ブレンバスター。最高時間が長い。余裕が見られますよね。そうですね、あ、ちょっと生きとしますよね、あの表情ですね。嬉しそうですね。さあちょっと届かない、盟友荒井健一郎までちょっと届かない。さあじわりじわりと荒健の方に近づいていく。さあもう少し、もう少し、あっと、こういうところでタッチしたかったですよね、今ね。これは痛い、膝にダメージ痛い。ちょっとこの背水の陣、はい、IWA とかショートに標準を絞り、ペースを完全に握りましたね。やっぱり引きするものがあるんでしょうね。それがね、試合に出てますよね。こういうレスラックスタイルも発掘されているアイドル。ちょっとショート危ないですね。そうですね。あとまたリングが、先ほどやっぱりブレンバスターの連発でですね。そうですね、ちょっとこの衝撃で浮かび上がってしまいましたね。さあしかしショータがちょっとスパッと分断に入った、分断に入った、またここで一人になってしまう。ショータちょっと危ないですね。10分経過、ギリギリ返していきましたが、さあホイールが繋がる。さあラストが返したい。さあ翔太、しかし、しかしそうはいかなかったか。これタッチしてないですよね。そうですよね。ですよね。あ、さあここで、ここでなんとか、これでタッチできそうだ、タッチできそうだ。さあフル充電。さあドラゴンリングから、さ
ょっとこの勢いで寄せてるね。いわゆるトムとジェリー状態ですか。そうですね、はい、どっちがトムですか。トムは松田ですかね。そうですね、はい、ジェリー勝ちましたね。さあ、赤井健一郎、ここから本領発揮。さあ、このナックルで、おばーっと、リックを、リックを叩いてしまった。リックが痛そうだ。さあ、危ない危ない。そうですね。決死ラリアットですね。そうですね。オッケー、これはパワフルだ。そう、間の入れ替え、新井健一郎とはなかなか動く戦いではね。はい、これがあるんですよね。ふわっと待っていきます。流れはね、変えてないですね。そうですね。さあ、10年は何点と新井健一郎がここで苦戦していますね。あ、やっぱこれね、紀藤が持ってるポテンシャルっていうのはやっぱ高いんですよね、非常に。そうですよね。そこがね、やっぱ IWA 君のね、怖いところですよね。さあ、バックの取り合い、バックの取り合い。そして、あっと、あっと、あっと、いつの間にか、いつの間にか、トムがツイスト。あっと、ショーケが出てきたところで、これ、怖いな、アイダムレスペシャルですよ。これが、アイダムレスペシャルですからね。アイダムレジャパンのゾゾと一緒なんですね、あの形が。いやー、これがアイダムレスペシャル。ちょっとサンプルに今 T シャツ出してほしかったですね。そうですね。いや、完全に調子乗りましたね、これは。いやー、ちょっとこうなってしまうとね、厄介ですよ、IWA 君。完全絶好調状態ですから。そうですね。あっと、新井健一郎クロッキー。さあ、赤コーナーでは翔太が待っているが。いやいや、そこまで返してくれない。この二人どうですかね。もう、あ、沖縄の疲れもあるのか。おっと、タッチした、タッチした、なんとかタッチした。さあ、これあれですよね、権利があるのは正代ですからね。ここら辺もうまい、ここら辺もうまい。基礎には見えてなかったんですかね。そうですね、そうですね。実は下の権利があるのは正代。その沖縄で大好き吉野から勝った勢いをそのままに、この IWA にもぶつけていきたい。ちょっとペースは握られていたんですが、ここら辺はちょっと軽量級ですからね。そうですね。翔太、いやー、ちょっと翔太が苦戦。川津掛からの川津落とし。さあ、翔太、何があるんだ。シャープシューターですか。いや、させないですね。これはダメですよ。15分経過。これは無政府状態大丈夫ですかね、デッシーは。これはでも、こうなると、ノーレフリー状態は、両者が強いですかね。両チームともこれはでも得意としてますけどね。今のアウトコケが、あっとあっとあっと、本部席から、自分たちのもの持ってきましたよ。いや、本当に嬉しそうだ、翔太。もう生き生きしてね、仕方がない。さあ、おっと、避けた。それを取らして、
飛ばして、わざわざ飛ばしてシャープシューター入れるか。さあ荒井健一郎が松田を抑えている。さあギブアップ取れるか。しかししかしレフリーは手が出身、レフリーは起きない、レフリーは起きない。さあさあ、ただその間に、おっとおっと、ああ、その渡したベルトを逆に松田が奪って、そのまま、おっとおっと、よく出てきましたね。さあリンクの中は、おっとおっと、これはちょっとショートが起こったか。ガッツワールド戦員軍 VS トンパチマシンガッツ全面対決、6人タッグマッチ60分一本勝負を行います。まずはじめに青コーナーよりトンパチマシンガッツ、ヤンウーピン、アミーゴ鈴木、折原雅夫組の入場です。
赤コーナーよりガッツワールド正義軍松崎和彦マスクのミステリー大助組の入場です。6人タッグマッチ60分一本勝負を行います。青コーナートンパチマシンガーズ167センチ66キロディアンウーピン170センチ88キロアミゴ鈴木175センチ88キロ折原赤コーナーガッツワールド声優177センチ102キロ松崎和彦身長体重不明マスクのミステリー GWC 認定シングルチャンピオン173センチ85キロ大助グリーンには始めないですね、このコンパチマシンガーズ。コンパチマシンガーズ、いきなり始まってしまった。大将、折原さんとは、大助に表情を合わせ、そして、そして、大助一人がリングに残る、3対1でこのチャンピオン、絶対王者に、いきなり唾をかけていった。まあ、このアミーゴもね、加入しましたし、はい、再びこの、ね、3人というあの頭数になって、はい、チームとしては非常に不気味ですね。そうですね。おっと、もうホールに入っている。さあ、危ない危ない。そして、番長が、助っ人番長が出てきたんですが、いきなり捕まった、いきなり捕まった。いや、ちょっとこれ番長でもね、はい、ドンパチの勢いを止めてほしいですけどね。いや、この3人早い。番長というのも、この3人体で食らってますね。いや、いきなり、あーっと、いつの間にか飛んでいる、いつの間にか飛んでいる。さあ、カウント、リング中央、もう終わってしまうのか。いやもう、ね、以前だったらね、まあ、このハンターかミステリーがね、この3対1の攻撃にハンターですけども、さあ、ヤブさん来ました。そのこれはもう本当その男が出てきました。今の敵ですね。さあ、トンパチマシンガンズを一番愛してみて、一番今気に入った男が出てきました、まあ、いやでも、ね、今のミステリーはね、本当に勢いありますから。そうですね。そしてでもこの折原に対して本当に決着をつけたいと、その一心でこの前試合、名乗り上げましたから。いやいやいや、今日のこの、紫バージョンのマスクのミステリー。はい、新コスチュームはね。そうですね、前回破られましたからね。ああ、やっぱそういったね、やっぱり。あ、止まった。いやいやいや、これは謎ですよ。はい。そのマスクマンの命、この前破られた、そのマスク、今日も破られてしまうんでしょうか。さあ、飛んでいった、飛んでいった。まあ、俺ならですね、この FBC であのファイトコネクションのね、あの頃でまた恐ろしい折原正和とね、リング上ですよ。そうですね、前回もこの恐ろしい
押し引っ越してる。場外乱闘大変危険です。お気をつけください。選手の前に火をかけてください。大変危険です。お気をつけください。場外は俺の仮想の舞台。選手の前に火をかけてください。お気をつけください。今日の選挙区はね、そういうところになってますけど、やっぱりこの時期分がありますよね。場外がね、はい、言われようと思いますからね。そうですね。ミスクにもね、やっぱりその観光的になってしまう部分があると思うんですけれど、そうですね、一番上まで行ってます。一番下に行ってます。まあ、ちょっとね、うちの連想だってね、はい、やっぱり選手の割引を上げてください。感情的になると逆にする大変経営を取り寄せてください。思うことかもしれませんから、はい、強いですね、この場外ですけど、本当に。オリバナもこの本当の場所面からね、バッチョをね、やってましたからね。おっと、いつの間にか、バッチョすぎますよ。エボドが吸い取るって感じですけどね。いや、でもその中でもやはりこのバスケのミステリーをどうしても聞くしろ。さあ、やばい、いやいやいや、これはさあ、カウントが入ってしまう。絶対王者がどこに行ったかわからない。いやー、ちょっとここまでのところね、はい、本当にもうトンパチマシンガンズ、この3人だけが強烈なインパクトをね。そうですね、3対1で一方的にマスクドミステリーがやられている、そういう仕組みがあります。もうなんかハンディキャップマッチみたいな感じですよね。6人3人だったんですけども、これダメですよ。レフェリーにも手を挙げる。もう見境がつかなくなっている。勝負のないし、さあミーゴ鈴木が入ってくる。どうですか、ヤブさん、ポジションに前はマスクのミスリーがいるわけですけど、戦力的にはどうなんですかね。ミステリーのその、まあ、パワーといった部分もあるんですけども、はい、まあ、アメリカも本当にどんでもできる選手なので、逆にあのバイプレイヤーでね、徹することができますから。なるほど、なるほど。これは戦力ダウンはないですね。ないですね。また新しい選手が違う追放されたと言いますか。はい。まだミステリーはあの、このチームにいたわけですから、はい、やってくることはね、おそらく分かってると思うんですけども、それでもやっぱり捕まってしまうという。そういうところがこの、ね、あの、アビーゴスの人に入ってますからね。わー、今日たちが、エボを、アボに入りましたよ。さあ、カウント。
しいかと。いや本当にもうね、今日本マット界探してもここまでの本当トップヒールレスラーっていないですよね。そうですね。見た目から逆に話すのも全て悪いですからね。さあまたカウントは、相当苦しいであろうという想像がつきます。そうですね。そしてまたの青コーナー、地獄の青コーナー、払い回しが待っているのか。完全にもう反撃の中間ですよね。そうですね。3-1強いですからね。そうですね。やっぱり許せない気持ちはかなり強いでしょう。さあミステリー、あーっとやっぱりね、ヤンもね、ミステリーのこと誰よりも知ってますから。そうですね。そうですね。やっぱこういった跳躍力はね、恐ろしいですね。おっとおっとおっと、ここら辺は元メイク動きが見えて、さあタッチ、やっとタッチができた。さあ出てきた。さあ用心を。強烈だよね。人間空港で一撃ですよ。さあ出るか、続けて出るのか。あれが負けました。おめでとうございます。ご利益がありますね。10分経過、10分経過。そして続けて一通り出た。フルコースね。本当なんかもう超豪華な技違いですよ。そうですね。お客さんいいもの出した。さあさあ突破したい大輔。初めて何かをした絶対王者大輔。いやまあね、沖縄大会では、GWC のタッグ獲得はなりませんでしたけども、シンクル王者はやはりこの大輔ですし、はい、2015年ね、あの、ガッツアルトを支えてたのも大輔ですから、2016年もね、後楽園控えてますからね。そうですね、さあ、さあ、相打ちを狙って、そして、さあ、ここら辺は大輔早い。大輔とアミーゴというね、この絡みもなかなか新鮮ですね。そうですね。さあ、番長のミドル、番長の大輔、これもなかなか。はい。さあ、今年も切れ味は変わらないこの、体散歩、体散歩。見事なね、キッチンシンクでしたね。もう一発いきますか。さあ、ミドルですね。首を固めて、そしてこの一つ一つの動きがやはり、はい、的確で速いんですよね、番長。さあ、リーゴ鈴木を捉えにかかっているか。さあ、ここで形勢逆転してますか、今。これはちょっとアミーゴ狙いを定めましたね。そうですね。さあ先ほどたらい回ししたその因縁の相手に、これもなかなか崩す。さあカブト、なんか昔のねハーリーレースのねインスタンプ256みたいな。そうですね。はい、魔王をね強気でしたけども。さあ、赤子
ました。これがいいんですね。やはり番長が。そしてミネさん出てきております。またミオのスリーパーボールしながら、はい、アイコーナーの方見てましたので、はい、受け身の体勢をね、取れる状態ではありましたよね。そうですね。はい、ですから、なかなかね、このアイコーナーのままで試合が進められる。カットプレーに入られても、またそのままアミーゴを捕まえたままで入れるということですね。はい、そして、ダブルのタックル。これはいいですね、この、大好きなこのミステリーのやつというのがね。さあ、カウント。さあ、大輔が、ここら辺でエンジンかけてきますかね。ね、ちょっとチャンピオンここにありっていうところをね、見せてほしいですけども。そうですね。はい、今や王者の風格がありますからね。いや、本当にそうですね。おっとこのエルボー、大輔といえばこのエルボーが代名詞。さあスピードに乗った、王者の監督ですね。やっぱり一つ一つの場外で対戦
ましたね。あのマスクのミスにそこで完全にブロッキー、また首を締めている、また首を締めている、そのままあとこれ危ないですよね。危ないですよ、これ死んじゃうパターンですよね。あ、そうそうそう、あ、大好き、入国してます。大好きな流血って珍しくないですか？いやー、まだ記憶にないですね。いや、それだけちょっと心配ですね。さーっと、この2人早い。あー、いや、これ大好きだ。2019年明けましておめでとうございます。ああ、見たからな、ああこんなもんだよ、まだ本気は出してないからな。トンパチマシンガンズ2016はものすごくチビ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 お前が食い潰してるから、ああみんなも期待してるよ。ミステリーの火星に一つもやったけどな、おい、俺のミステリーもうお前だけの問題じゃねえぞ。おい、ガッツアルド正規軍の代表として、おい、新年早々恥かかされてこのまま済むわけねえだろ。おい、折原雅夫、俺とシングルでやれ。読みました。今僕この子に呼ばれましたよね、折原雅夫って。ああ、後悔させてやるからな、お前な。ああ、お前はシングルにやるっていうことはどういうことか分かってるんだよ。お前プロレス知ってんだろ。お前、ああ、お前の持ってるそのベルトをかける気あるのか俺と。ああ、どうだ俺は。ああ、おい、ここで俺がノーと言うと思うか。おい、このまま負けっぱなしだけだったら、おい、俺をベルト巻いてる価値ねえよ。おい、ベルトかけて何でもやってやるよ。おい、じゃあ、まあ、OK っていうことね。おい、やってやるよ。あ、OK なんだな。おい、道が大丈夫か、お前ちゃんとチェックしとけよ、お前。おい、それからな、いいか、もしトンパチマシンガンズがそのベルトを巻いた時にはお前は俺たちのチーム入りだ。分かったな。おい、みんなも今のことよく聞いてよな。おい、どうだろうな、それでもよかったら俺がチャレンジしてやる。どうなんだこれは。おい、入るな入るな入るな。おい、俺は鼻から負ける気がねえよ。負けたらどんな条件でも飲んでやるよ。おい、よし、タイトルマッチだな。お前よくやったな。みんな聞いてるな。2016年の新メンバーは
このおぼっちゃまだぜ。ああ次お前にチャレンジしてるからな、ベルト磨いて待ってくれよ。伊勢に、松木さん、気をつけませんでした。いや、俺が取られちゃったことが悪いんで、それはごめんね。新年早々、はじかれちまったけど、俺はいつだってそうだ。負けてから、這い上がるのがプロレスでしょう。去年の3月、吉野達彦からベルト取って、そこから負けなしで突っ走ってきたけど、いいところで土がついたよ。俺の初心に戻って2016年走るためにはこれは必要な負けだったんじゃないかなって今思うよ。俺はミステリー悪いけど先に俺からマサとやらせてもらうよ。それだけ許してくれ。マスコンにはどうなった。俺がベルトを確実に守って、次はミステリーお前の番だ。バトンつなぐよ。本日はガッツワールド新年最初の新規大会ご来場いただきまして誠にありがとうございました。トンパチに好き放題やられたけどこのままでは終わりません。俺の目標はあくまで5月8日ガッツワールド後楽園ホール大会、そのメインにチャンピオンとしてリングに立つことです。そのためには相手が折原だろうが誰だろうが障害物を除いて後楽園ホールのリングに一番乗りしたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。締めたいところだけど、ちょっとがっつりできる感じじゃないな。じゃあ俺が本土取るから、皆さん大輔にエールを送るつもりでがっつりやりませんか。いいですか。じゃあご気づかさい、ご気づかさい。大好きにエールを込めて後楽園ホールに向けていきますよ。